情報理工学院は英語でスクールオブコンピューティングと呼びますここに含まれるコンピューティングと情報これに関する高度な理論と最先端の技術まで理学と工学の両方の視点から研究しているのが情報理工学院です私の研究室では少し違和感があるかもしれませんが柔らかい ハードウェアという特徴を持つ FPGA を用いた研究を行っていますハードウェアは製造後構成された内容を変更することはできませんしかし FPGA は用途に合わせて後から構成を変えることができる柔軟性の高いデバイスです近年注目を集めている機械学習の開発には より膨大な処理を行う高性能コンピューターが必要とされています FPGA の開発・研究はその根幹を担う大変重要な役割だと考えています研究室は大岡山駅から徒歩1分という便利な大岡山キャンパスにあります 学内にはスーパーコンピューターなどの研究設備も整っており不自由なく学習や研究に取り組むことができますまた情報理工学院の研究室のいくつかは鈴掛大キャンパスで研究していますこちらも感静で研究に集中できる環境が整っていますぜひこれらのキャンパスを見学して 皆さんがそこで学ぶ姿を想像してみてくださいプログラミング言語で記述されて実装されたソフトウェアをハードウェアであるマイクロプロセッサーを搭載するコンピューターが実行しますこの講義では身近にあるコンピューターを使うという立場ではなく 構成を理解して新しいコンピューターを創造するという立場で、コンピューターの構成、すなわちコンピューターアーキテクチャについて学びます。それでは、講義に入りましょう。プログラムとコンピューターの構成の話から始めます。左上は、C 言語で記述した1から4の合計値を求めるプログラムです。 二行目で変数 X5 に1を格納してその後2を足して3を足して4を足しています左下はリスク5のアセンブリ言語で記述した1から4の合計値を求めるプログラムですコンピューターが実行できる機械命令と呼ばれる処理の単位を使って一行に一つの機械命令を 記述しています2行目でレジスター X5 に1を格納してその後2を足して3を足して4を足しています右はアセンブリ言語をバイナリーに変換したプログラムを実行するコンピューターの構成ですコンピューターはプロセッサー記憶装置、入力装置、出力装置 で構成されますプロセッサーは記憶装置から機械命令を取り出してその指示に従ってプロセッサー内のデータあるいは記憶装置から取り出したデータに対する演算を行います。入力装置は入力されたデータを記憶装置に書き込みます。出力装置は記憶装置から読み出したデータを出力します。 次にコンピューター開発に関する近年の2つの重要な動向を見ていきます。オープンでフリーな命令セットアーキテクチャであるリスク5を利用すれば設計したリスク5のプロセッサーを自由に活用販売することができます。これまでインテル社の X86 命令セットアーキテクチャのように 販売するためにはライセンス料を支払う必要があるクローズな命令セットアーキテクチャのプロセッサーが普及しています一方、リスクファイブはライセンス料を支払う必要がなく利用するための許可を得る必要もありません二つ目の動向です FPGA が持つ柔らかいハードウェアという特徴を利用すると 設計したハードウェアを手軽に動作させることができますプロセッサーは左の写真のような大規模集積回路 VLSI チップとして製造されますまたその開発には高い費用と長い開発期間が必要です一方右に示す柔らかいハードウェアという特徴を持つ FPGA と呼ばれるデバイスの発展により個人のレベルでコンピューターを設計して手軽に動作させることができますこの写真は私の研究室で開発している RVPC と呼ばれるコンピューターです入力装置としてキーボードとマウスを利用して出力装置として ディスプレイを利用します入門用の FPGA ボードに記憶装置と DISC-5 のプロセッサーを実装しています。次にコンピューターの性能を左右するプロセッサーのデータの流れであるデータパスに注目してこのデータパスの中身をもう少し詳しく見ていきましょう。これから 数枚のスライドで示すプロセッサーのブロック図は、東校大の情報工学系に所属する3年生が学ぶ内容です。詳細を見ていくと時間が足りないので、動作例を示しながらその概要を説明します。先に示した1から4の合計値を求めるリスク5の機械命令の列を 右上に示していますこの中で赤色で示した命令の実行を考えますプログラムカウンターあるいは PC と呼ばれるレジスターがこの命令のアドレスを示すことでプロセッサーはこの実行すべき命令を選びます。 このプログラムカウンターの値を使って機械命令が格納されている命令キャッシュと呼ばれるメモリーを参照して機械命令アドアイエックス五カンマエックス五カンバン二という機械命令を読み出します。この機械命令を解読するとレジスタエックス五を読み出すことがわかるので。 たくさんのレジスターが格納されているレジスターファイルと呼ばれるモジュールからそのレジスター x5 の値である1を読み出しますまた機械命令を解読して足し算の対象となる値2を取り出しますマルチプレクサーと呼ばれるモジュールは左側から 2つの入力を取り適切な信号を選択して右側に出力します ALU、アリスメティックロジックユニットと呼ばれるモジュールが足し算、引き算といった算術、演算などを実行するモジュールですこの機械命令では ALU で1、 と2という値の足し算によって3という値を出力しますその後この得られた足し算の結果をレジスターファイルの中にある X5 に格納してこの機械命令の処理が終わります赤色の機械命令の処理が終わったので次の機械命令を処理するように プログラムカウンターの値を更新して、同様に青色の機械命令を実行します。このような動作を繰り返すことで、ソフトウェアとして記述された機械命令の列を実行していきます。ここに示す構成のプロセッサーで、リスク5の機械命令を正しく実行できそうだという、 雰囲気をつかえ掴んでもらえたと思います。ハードウェア設計者は、このようなブロック図をゼロから描いたり、すでにあるブロック図を修正して改良したりします。ここで、プロセッサーを含むハードウェア設計における重要な作業は、必要となる適切なモジュールを選んで、それらを適切な場所に 配置してモジュールの間で必要な部分を適切に配線することになります次に設計したプロセッサーの性能について考えますレジスターからレジスターまでの経路のことをパスと呼びますたくさんあるパスの中で最も時間を要するパスをクリティカルパス と呼びますこの構成のプロセッサーのクリティカルパスは赤線で示すプログラムカウンターを読み出してから演算結果をレジスターに書き込むまでのパスになります。クリティカルパスが長いのでこのプロセッサーの動作周波数は低く典型的なデバイスをターゲットとした場合の評価結果から 約50メガヘルツでしか動作しないことが分かっています。適切にレジスターを挿入するなどの工夫によって改良したプロセッサーのブロック図がこちらです。これは組み込み、プロセッサーで利用される5段のパイプライン処理を採用するプロセッサー構成になります。 赤色で示した部分がこのプロセッサーのクリティカルパスになります。クリティカルパスが短いので、このプロセッサーは典型的な場合で150メガヘルツの高い動作周波数で動きます。先の構成と比較して3倍の周波数の向上を達成できます。コンピューターアーキテクチャの分野では。 長い年月をかけて、このような洗練されたプロセッサー構成を見つけ出してきました。さて、柔らかいハードウェアを理解するために、もう少し詳しく見ていくことにします。ここでは、マルチプレクサーと呼ばれるモジュールに注目します。マルチプレクサーは、A、B、C を入力として、C が、 ゼロであれば A を C が一であれば B を D に出力する回路です左の図がマルチプレクサーのシンボルでその右が C がゼロのときに A を出力している様子 C が一のときに B を出力する動作を明示的に示していますその右は可能性がある すべての入力パターンゼロゼロゼロから一一一の八通りについてその回路の出力を記入した表です。これを心理表と呼びます。この右に色をつけたように C がゼロであれば A の内容が D に出力され、C が一であれば B と同じ内容が D に出力するマルチプレクサーの動作と一致することがわかります。あと3つ重要な回路について説明します。心理地表で定義される2入力あるいは1入力の回路を論理ゲートと呼びます。オアアゲゲーート、トンドゲート 難度ゲートと呼ばれる論理ゲートがよく出てきます左の心理指標で定義される回路がオアゲートです入力を AB 出力を C として A と B がともに0の時出力が0となり A と B の少なくとも1つが1の時出力が1となる回路です。 真ん中の心理値表で定義される回路がアンドゲートです。入力の A と B がともに1のときに出力が1となり、そうでない場合に0となる回路です。右の心理値表で定義される回路がナンドゲートです。これは入力 AB、出力を C としてアンドゲートの出力を0から、 一に一からゼロに反転して得られる回路になりますその理由は省略しますがこれらの論理ゲートを適切に配置して配線することで先に示したマルチプレクサーを構成することができますまたプロセッサーのブロック図に出てきた ALU などのモジュールを含めて これら論理ゲートを適切に配置配線することでプロセッサーを実現することができます問題の解放アルゴリズムをハードウェア化してユーザーが書き換え可能なデバイスで実行することにより高い性能と柔らかさを両立するシステムを再構成可能システム リコンフィギュラブルシステムと呼びますまた柔らかいハードウェアを活用するコンピューティングシステムをアダプテティィブコンンピューティングと呼びますこれら柔らかいハードウェアの代表例が FPGA と呼ばれるデバイスで AMD 社とインテル社が世界のシェアの8割以上を占めています。 柔らかいハードウェアと硬いハードウェアの違いを明確にするためにまず再構成可能システムのように見えて実はそうでない例を示します今状況に応じてアンドゲートとオアゲートを切り替えることで性能が向上する例があるとしましょう左の回路はマルチプレクサーを使って レジスター C の値が0のときにアンドゲートの出力結果を出力しレジスター C の値が1のときにオアゲートの結果を出力する回路になりますこの構成の回路によって状況に応じてアンドゲート、オアゲートを切り替えることが可能ですがこの構成は再構成可能システム 柔らかいハードウェアではありません再構成可能システムは左図に示すルックアップテーブルと呼ばれるモジュールを活用しますここがポイントですこれは AB を入力として C を出力とする回路でその中に黄色で示す4個のレジスターと 3つのマルチプレクサーをこの図ののように接続しますこのルックアップテーブルは値を保持するレジスターの値を選択する回路になっていて右図が示すように A が 0B が0の時マルチプレクサーが00を選択しますので R の値を出力し 同様に A が 0B が1の時 R2 の値を出力し A が 1B が0の時 R3 の値を出力し A が 1B が1の時 R4 の値を出力する回路です。つまりルックアップテーブルは心理値表に表すように AB を 入力として R1 R2 R3 R4 の値を出力する回路となりますこのルックアップテーブルのレジスターの値を上から0 1 1 1, 1に設定するとこのルックアップテーブルの動作は上の真理地表となりこれは先に見た OR ゲートと同じ動作になりますそうではなくルックアップテーブルのレジスターの値を上からゼゼロロゼロ一に設定するとこのルックアップテーブルの動作は下の心理地表となり AND ゲートと同じ動作になりますこのように心理地表の 黄色い部分の値を変更して得られるどのような回路であってもその値に従ってルックアップテーブルのレジスターの値を設定することでその回路を実現できることが分かります。デバイスの電源を入れてから黄色いレジスターの内容を設定する作業をコンフィギュレーション・ と呼びますこれによりルックアップテーブルはユーザーの必要とする回路になります電源を入れてからコンフィギュレーションする内容を変えることで違うハードウェアとして動くようになりますこのコンフィギュレーションの時間は数秒と短いのであるプロセッサー A として動いていたデバイスを数秒後に 異なる構成のプロセッサー B として使うこともできますこのようにコンフィギュレーションすることで高速にルックアップテーブルの動作を変更してユーザーが必要とする回路として動かすことができるという特徴から柔らかいハードウェアと表現しています Linux が動作するリスク5プロセッサーを FPGA で動かした例に戻ります用いている FPGA は AMD 社のアーティックス7の小規模なデバイスですがこのチップには63,400個のルックアップテーブルなどが搭載されています右図はこの FPGA に搭載されているルックアップテーブルなどの部品の中で今回の 設計で利用してていいる部分に色をつけていますこの FPGA に別の設計による構成をコンフィギュレーションすることで簡単に全く異なるハードウェアとして動作させることができます。ハードウェア開発の環境構築や FPGA ボードの準備が大変という問題があるかもしれません。 この問題を軽減するために私たちのアウトリーチ活動として産学連携で FPGA の利用環境と学習機会を無償で提供するアクリルームをを運営していまます。す。簡単な手続ききでで利用を開始できます詳しくはアダプティブコンピューティング研究推進隊のサイトをご覧ください。 この講義をままとめますオープンでフリーな命令セットアーキテクチャであるリスク5を利用すれば設計したリスク5のプロセッサーを自由に活用販売することができます。また FPGA が持つ柔らかいハードウェアという特徴を利用すると設計したハードウェアを手軽に動かすことができます。 設計したハードウェアを記述する方法について説明できませんでしたが高級言語でソフトウェアを記述するようにハハーードドウウェェアア記記述述言語でハードウェアを記述でをきますまた行位合成と呼ばれる技術を用いると C 言語で効率的にハードウェアを記述できます。登校台の 情報理工学院でコンピューターの仕組みを学びオンリーワンの自分だけのコンピューターを想像してほしいと思います講義は以上です最後までご視聴ありがとうございました今回の講義がコンピューターの中身から情報工学そして情報理工学院に興味を持つきっかけになれば幸いです 近い将来に情報理工学院で一緒に情報化社会の未来を創造していきましょう。